キに包まれたハリネズミは1975年のソビエト連邦のアニメーションである。監督はユーリー・ノルシュテイン。制作はモスクワのソユズムリとフィーギムであった。ロシア語のセリフは同名の著書を表したセルゲイ・コズロフによるものである。2006年、ノルシュテインは同名の著書を執筆し、その中でノルシュテイン自身と共にコズロフを著者名に入れている。 本作は切り紙を使ったアニメーションであり、全体を覆う霧は非常に細かい紙片を舞台上に置き、1フレームごとに少しずつカメラに近づけていくことによって表現されている。日本では霧の中のハリネズミというタイトルのもと2004年7月18日にユーリー・ノルシュテインの世界というイベントにて、ノルシュテインの他作品と共に正式に上映された。 ハリネズミと、その友人の子グマの物語である。二人は、毎晩愛、白心の声らを焚いて温め、子グマのサモワールで入れた茶を飲んでいた。二人は茶を飲みながら語り合い、星を数えていた。ある日ハリネズミは、子グマに、ラズベリーのジャムを持って行こうと決めた。その道中、森を抜けたところで、美しい白い馬が霧の中に立っているのを見つけた。霧は、とても濃く立ち込め、 ハリネズミ自身の足元すらよく見えないほどであった。この濃い霧の中で馬が眠りにつけば溺れてしまうのではないかと思われた。ハリネズミはしばし霧の中を探検することにした。ハリネズミが探検して回る霧に包まれた世界は恐ろしい姿をした者や生き物たちに遭遇することもあり、しかしまた親切で善意あふれる生き物たちも住む静寂とかすかな音。 暗闇、そして背の高い草に覆われた幻想的な世界であった。フクロウはハリネズミの後を追って唐突に近くに姿を現し、一度鳴き声を上げて再び姿を消す。ハリネズミはこのフクロウを異常者と呼んだ。ハリネズミはこの出来事に怯えたが、なおもその好奇心は彼に探検を続けさせた。大きな犬が姿を現した時もとても驚いたが、犬は 彼のジャムを取ってきてくれたのであった。ハリネズミは、その後、川に落ち、下流に流されながらこのまま溺れていくのだろうかと思った時、水中から道の何かが彼を助けてくれた。彼はハリネズミに静かに語りかけた。ハリネズミや子グマは、人懐っこく、友好的な性格であり、それに対して、フクロウは荒っぽく、ハリネズミがこの世界に対して感じた。 美しさを分かっていない。映画の終わりにはナレーターが、ハリネズミはいまだに、あの白馬を考えていると言い,い、物語は幕を閉じる。2014年のロシアソチオリンピックでは、開会式でロシアを代表するモチーフの一つとして本作が取り上げられた。宮崎駿は、ユーリー・ノルシュテインを、素晴らしいアーティストと評しており、霧の中のハリネズミを好きなアニメーション作品の一つに、 あげている。2009年1月より、主人公のハリネズミの像が、ウクライナの首都キエフに建てられた。ありがとうございます。